ん何愛してるゲーム。やったことはないけど、知ってるよそれがどうしたのやりたいのいいよ。暇してたところだから。 ああやりたいって言い出したからにはルールは知ってるんだよねうんじゃあこっちおいで <laughs> 俺の足の間に向かい合わせになるように座ってよいしょ 先攻後校はどうする俺はどっちでも構わないよ。先だろうが後だろうが、俺が勝つことには変わりないんだもん。やってみなくてもわかるの。はいはい、文句はゲームの後で。先攻譲ってあげるから、始めて。 ゲームスタートうん、うん、ありがとう俺も愛してるようーんそれは違うと思うな君よりも俺の方が愛してるそんなことないよ俺の方がずっとずっと愛してるもん <laughs> ギューしてくれるのは嬉しいけど、君の愛してるは、この程度なの俺は、<laughs> これくらい愛してるよ。<laughs> あ、あ、ごめん、苦しかった。 つい意地になっちゃってやりすぎちゃった <laughs> なんかゲームって気分じゃなくなっちゃったねやめよっか <laughs> 君が愛してるゲームしたいなんて言い出した時は正直驚いたいやみんなで ワイワイしながらやるゲームとか興味ないって思ってたからなんでいきなりしようって言い出したの <laughs> あのねゲームなんかしなくても一緒に住んでる時点でちゃんと君のことを愛してるよ。 だって一緒に住むってことは付き合ってた頃よりもずっと長い時間一緒にいるでしょ当然見たくないような嫌なところを見たり自分が許せないと思っていることをされたりそういうことが日常にあるわけで例えばうん 服をだたら脱ぎっぱなしとかご飯食べても後片付けしないとかかなまあ君はそんなことしないけどまああくまで一般論ね、まあ、そういうのも含めて言いたいことを言い合えて話し合える中って愛し合ってなきゃ成り立たないって思うんだよもし愛し合ってなかったら 言いたいことだけ言って、話し合いもろくにできなくて、うん、もういい付き合ってらんないって別れるだろうし。でも、俺たちはそれがない。それって、ちゃんと愛し合ってる証拠だと思わないまあ、今のは俺個人の考えなんだけど。 分かってもらえた <laughs> よかった <laughs> じゃあこれから改めて愛を確かめ合うとしますか <laughs> 何びっくりしてんの ゲームは終わったけどどっちがより愛してるかの話は終わってないし不安にさせた分ちゃんと安心させてあげないとね <laughs> 俺がどれだけ君を愛してるか時間をかけて教えてあげる